こんにちは、マナピヨこと岩下マナです。現在大学4年生の22歳です。普段はファッションモデルを目指して芸能活動をしております。今回ミスフラッシュに応募させていただいたのは、その自分自身の夢であるモデルとしての活動の幅を広げる、そしてまた目標へ少しでも近づくためです。グラビアとしての経験は少ないですし、他の子に比べて愛嬌にも自信はありませんが、芯のある生き方を大事にしておりますので、見てくださる方に少しでも自信を与えられれば幸いです。自分らしくグランプリを目指して最後まで頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。